父ちゃんが面白いです。 日曜日、朝食です。ブランチですね。ブランチです。ヨーグルトとココアとヨーグルトとココアとフレンチトースト、生姜ココア、ジンジャーココア。いただきます。いただきます。いただきます。い、うい、え、ないじゃん、けんの。なんで。ないじゃん、どうぞ。麦じゃないと、もう食べられる。どうした。ないじゃん。食欲ないんかい。なわけねえわな。ペタッと開脚、ちょっと成果を。結構お父ちゃんすごいです。よいしょ。あ、結構お父ちゃんすごい、ね、はい、引っ張って。ほい、ほい、これ、上から取るか。痛い、痛いね、痛いけど、はい、これ、うん、これが一応、これが一応、あれやんな、うん、4週間で達成のポーズがこれです。だけどお父ちゃんもっともっと開きたい。痛い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 。もうちょっと開くと思うね。あー、開けへんかったわ。じゃあだからお母ちゃんはつくねんて、うん、だからこれ上から撮って、うん、どんだけ開いてるかよくわかるから。お母ちゃんこんなもんです。90度いってません。そういってないよ、これ後で見てみ、いってみ、これ後で、あれで分度器で測る、分度器。嘘。うん、肘はぴったりついてる。うん、肘はね、肘はね、こんな感じです。こんな感じです。はい、もうちょっと、もうちょっと持続します。これ一生持続します。頑張ります。これやった後の歩き方になった。はい。ウィ。ウィ。花の木で買ってきました。コーラン系の帰りに買ってきました。チキン。はい。一足早いクリスマス。もうクリスマスな、その声で。これでクリスマス終わりです。はい。いただきまーす。いただきます。うい。うい。大ちゃんの。大ちゃん。この肉沿い顔見てやってください。かわいい。眠たいんだよね。ウィー、うるさいな。ウィー、うるさいね。もう静かに寝かしてくれ。メロンパン。クリームパンって何回言うたらわかんの。何回言うたらわかんの。クリームパン。メロンパンはこういう風になってるでしょ。だってさ、姉ちゃんまたぐらいだ。またぐらい決まった。ぐい。源次郎様、三次郎。何が来たい。敵陣に馬で突き入るときはやはりやりがちなんでしょうか。悪くはないが、一度囲まれたらおしまいだ。馬から引きずり下ろされて切り刻まれた武将を見たことがある。狙うは大将の首。ならば
鉄砲が一番だ。ほら、馬の上からだと遠くまで見えるだろう。守りが固くても、そいつら越しに大将を狙える。なるほど。あ、だけど、戦場で敵に囲まれて馬の上だろう。火縄の扱いにこう手間取って、逆に狙い撃ちされた武将も見たことあるからな。確かに。ましてや、敵の本陣になど。そう、江戸の兄上と姉上に文を書きましょう。すずりばりさん。おぉ、ファルマ畑下だ。いろいろ教えてもらっています。なんやかんや言ってもお姫様育ちでいらっしゃるんで、茎と根っこの区別もお付きにならないのね。鉄さん、はい。リンジロ様、ご存知ですか？ここ昔茶室が建っていたところなんですって。利休様、そうであったか。旦那様見てください、青菜です。ほら、おいしそう。踏んだらダメですよ、これから伸びるのに。え、何やってんのか。ごめんなさい。知りませんよ。諸大名に戦支度を命じよ。かしこまりました。わしも直ちに出陣する。秀忠様にお任せするのでは。任せておけるか。浪人どもはわしが成敗しておる。わしの敵を奴らを滅ぼす。中の一人、明石照純ゆかりの城です。戦国時代、宇喜多秀家に仕えていた照純は家老としてここ岡山城で政務を取り仕切っていました。
市内にあるキリスト教の教会が軽い怪我をしました。買い物客らに怪我はありませんでした。今日午前11時半過ぎ、静岡県沼津市大手町の仲見世商店街で。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。